かるよ、人気があるよ。俺は結構だから、お客さんがこれ仕上がったら教えてください。そうだよね、なんか車があったなっていうのは見ましたよ。ドアは開けてないけど、鈴木の泣きどころ。あ、そうなん、何が泣きどころなん。サビ、うわなんじゃこりゃ。あ、鈴木ってジムニーのことね。え、キャリー、うん、軽トラ、うわー、こういうの見たよ、トラックでもなんでも。これダメじゃんこれ、うん、ね、作り変える。うん、6815になっちゃうじゃん、 FRP と、うん、ロービンと68と、うん、トラックこういうのいっぱいだよ。こんなもんばっかりやもんね。そうそうそう、すげえ。え、5万でこんなになっちゃう、うん、嘘。さすが水上でしょ5万、新古車じゃん、まだ、うん、5万キロでね、プラスメーターが15キロとか25キロとか35キロとか。うそ、サビが出らんと新車が売れんぺん。うそー、これボロボロだ。ここまでなってさ、うん、これ何、エンカル、エンカルだよ。ここまでなってさ、うん、社長、うん、ここだけ修理しても違うとこが出るっていうのがもうお客さんのねもうご意見、ご意見なんよ。でも俺はこれをすることによって違うところまで錆止めしたらまだまだ乗れますよっていうのが俺の見解。いや俺なんかあったらあれだよ、僕なんかあったらこれ車動きますかって言っちゃうよ。変えた方がいいんじゃないですか、伊勢崎だったらだよ。だって伊勢崎こんなんなんないもん。悪いけど俺ん家来るのこんなんばっかりでしょ。錆が出とうとかさ、そこが抜けとうのとか。いや55万キロかなと思って、聞き間違いかなと思って。5万5千キロだよ。こう踏んづけたら崩れちゃうじゃん。まだ取りたい、うわまだ取りたい、危ないじゃん。ワーゲンところの騒ぎやねんだよすごいじゃん、橋見てじゃん。ねえ社長、メンテやった橋があるでしょ、うん、ねえ重量鉄骨がこれだからね。ねえ、そっかにな、ねえ、重量鉄骨っていうのは上をだよ、トラックが走ってんだよ。ねえねえ、日本のプラントなんかそうだよ。それもだよ社長、防制剤やっててだよ。よ、しないよ防制剤は。よ、喋るんだもん防制剤って。防制剤を基礎にやっててだよ。それで上が錆びてんだよ。で、防制剤の模倣も錆びてんだよ。よ、なんで防制剤やってるんって言うぐらいだよ。しょうがない。日本人は頭おかしいんだから。すごいよ。社長、こんなとこ橋さん塗らぬきよ。あ、これだから橋さんなんだよ。もったいねえ。橋さん。これなんでここに橋さん塗ってるかわかんないわけよ。言わないけどさ。ねえ、これ橋さんなんだから。ね、これ、うん、俺見てすぐ分かったよ。あ、分かった、発散ってる。あ、それ分かった。誰も分かんないよ、ご愛用用車やけ俺は。うん、そうそう、使ってる人はね、なんだろうなと思うわけ。あんな汚ねえ、もったいねえ、帽子に発散のなら買い直せよ。そうだろ、これ捨ててるわけだからさ。ねえ、だから思わず言ったよ、うん、財団法人の思わず言ったよ、520差し上げますから一緒に積んでってくださいって。に持ってってるとは夢にも思わないよね。きたね、帽子かぶってで83520使うって言ったらいい加減。いや、何十キロだよ。いや、焼かないかんやろ。いや、だから思わずまさか外で使うわけじゃないですよって聞いたよ。聞いたよ。したらね、中で室内で暖かくしたところでちゃんと使いますって言ってて。いや、だからあんまりさ、気に留めてなかった。あ、じゃあ、東京ハンズで買ってくださいって言ったわけ。そしたら注文来たよ。何十キロ。へぇ。あらま。と思って。何だよ、お前。そんなことね、人聞き悪いこと言わないでくれる。悪いけど。ねえ、シーンはね、うん、モンブランの、うん、B4 のシーン買った。うん、それとカラーのカラー芯があるん、うん、どう、お使い勝手は、うん、悪くないでしょ。悪くない、芯折れないしさ。
で、細い字から太い字まで書けるんだって。なんか、書き足すことある？太いやつからフル F のサインかい？違う、え？ちょっと書いてみたら字上手じゃん。日本語分かってんじゃん。分かってる、モンゴル人やけどさあ、どう英語しか書けねんかなと思ったらさ、どうやって仕上げるかな。2ヶ月、じゃあ今10月のもう終わりだろ。だから11月、12月、マジで2ヶ月だね。もうネット、本当にネットで行くしかねえね。ああ、金網？うん、金網は何？アルミ？それともステンレス？ステン、うん、ステンの金網なんか手に入るんかいね。売ってるでしょ。ああ、やっぱり商社があるみたいよ、専門の。うん、言ってた、あの工事屋さん、ああ東京のディーラーから引くんだとかね。やっぱガラスクロスでもね、防食用のクロスはまたちょっと違うんだね、うん、編み方がすげえ強力。うん、曲がんねえでしょ多分。いや曲がるけど厚い。うん、目も細かいしきっちり。まあいろいろだよね、そらそれで。プラスチックが困るよね、うん、でもこれは新しいからプラスチックは大丈夫だもんね、うん、ちょっと削っとくぐらいで、うん、まだパーツがあるし、パーツがなくなったレストアもんとかカスタムは大変だよね。きついよね。きついきつい、やりたくねえ。うん、戦後のやっと作ったプラスチックですみたいなのはね、きつい。制作はあの宣伝しとけばいいじゃん、自分のクール F ちゃん。え、クール F ちゃんなんだろう、クール F ちゃんで資料撤去、電話番号。私は何、私はなの、うん、トネ君、あ、住所も書いてこん、ねえ、みなかみ、ここはみなかみ町な、うん、クール F、 うん、はい、080-9529-5994、はい、そんな宣伝しちゃっていいわけ？いいですよ。うん、たまには、うん、あの問い合わせしてくるか分かんないよ。そうそうそう、お電話大丈夫です、うん、クール F、うん、で080-9529-5994、うん、はい、了解です。あ、日付、日付、うん、今日、うん、今日土曜日だもん。土曜日わざわざあの休み関わらず仕事をする社長とお付き合いするブレニー技研と、はい。で、目標はどのくらいで仕上げるつもりなんですか？目標がね、雪が降ったり氷が、固まってる時は来ないよ、うちはその橋が固まる時は来ないよ。ゴールデンまで入れて2ヶ月かな。じゃあ年内に仕上げるつもりな、うん、ねえ、うん、マジで。お餅食べないかな。お餅、はい、マジで。マジ、うーん、じゃあクリスマスの頃には一応エンジンが吹けてるわけ、うん、了解です。
中華レッツ。